こんにちはようこそお越しいただきましたどうぞ中央にお願いいたします、はい、いやーすごいですねもうすでに感動していただいておりますがまずはお集まりの皆様にあるささんんんから一言お挨拶お願いいいたしますははいえー、皆さんこんにちあ野の子と申します、えー、今日は短い時間ですがよろしくお願いします本物の色は人間の感覚を呼び覚ますその色は見えないものまで映し出す超高純度高密度の色彩表現 人間を覚醒させるのはきっとテレビだ。はい、先生。相野さんこういう形で CM が出来上がりました。ありがとうございました。いやーすごいですね。ちょっと本当にあのとてもとても興奮しましたね。今、はい。なんか先進感とかそのかつ新商品のこと特徴である鮮やかさ、うんうん、色彩とか、うん、いやーちょっと本当に。 感動しましたねまさに石橋さんからもこの新商品のキーメッセージとして「その色は見えないものまで映し出す」とありましたがこう俳優として活躍されている綾野さんだからこそ伺いたいんですが、はい、どうでしょうご自身俳優として演技をなさっている上で見えないものが見えた経験っておありりになりますかいや、まあ、見えないものがもし見えていたらちょっとあれ,あれですけど。 あのー、ただ今この現場はどこに向かおうとしていて全員の気持ちがこうみんなのベクトルが明確にこう揃う瞬間があるんですよで実際それが可視化されてるわけじゃないので見えるっていうことではないかもしれないけど明らかに全員で通る道はこれだってこう道がっまっすぐ見えるんですよね。その見えた瞬間って っていうのは本当にみんながこう前進していくっていう力がそのまま出るので、まあ、この現場でもあの初め皆さんとお話しさせていただく中で、本当に照明のこの5ミリとか、この角度を本当微調整をずっとし続けるんですよ。それは僕がちょっと動くだけでもうずれちゃうわけですね。でも人は常に由来でいるから、そのことも考えながら。 と中もこの一緒に同じリズムに乗ってくれているそのリズムがどんどん見えてくるんですよやっぱ僕たちにとってその見えないものがこう見えてくる環境っていうのはどこまでいっても現場だと思うんですよねそれを今回はその五感が研ぎ澄まされている場所でもあるからごあの現場はそれをそのまんまこの今回の商品にあのたどり着けるような僕たちの クリエーションを届けられたらいいなっていうふうに思っていた感じですかね。ま自分の人生がもう現場で動いてると言っても過言ではないなっていうふうに思っています。